ガーナチョコレートはロッテが販売しているチョコレートブランドの一つ。ロッテ創業から16年後の1964年2月、それまでは主にチューインガムを製造していたロッテが初めてミルクチョコレートを発売した。ブラック、ミルク、ローストミルク、ホワイト1948年に創業したロッテは1961年頃にチョコレート分野への進出を決めた。 ガーナミルクチョコレートの開発にあたっては、分量の違いで味が変わるため、原料の組み合わせは非常に繊細で重要な問題であった。そこで、ロッテはチョコレートの製法を熟知していたスイス人のマックスブラックに協力を求め、ロッテが満足するミルクチョコレートが誕生した。1964年2月、浦和チョコレート工場が完成し、 ガーナミルクチョコレートの製造が開始された。ロッテは新商品、ガーナミルクチョコレートの認知度を高めるために大規模な宣伝戦略を行った。真っ赤なガーナの手下袋を持った女子大生の集団が一週間にわたって東京都内を歩くという宣伝方法は週刊誌にも取り上げられ話題を呼んだ。1974年オイルショックが起きていた当時は30円。 50円、100円、150円という価格帯に分かれて販売されていた。2003年、ロッテは商品名の由来となったカカオの産地、ガーナ共和国に対してガーナ基金を設立し、ガーナの技術者を支援する活動に取り組んだ。ガーナチョコレートシリーズでは時代の風潮に合わせてサイドや文字の配置を変更するなどして何度もパッケージデザインを変更している。 ロッテの社員がガーナの赤から母の日のカーネーションを連想し母の日に注目。母の日にガーナを渡すことで家族内でのコミュニケーションを深めてもらうことを目的として企画された。手頃な価格で購入できることもあり子供から母へ送るプレゼントというイメージで宣伝を行った。テレビ CM では著名人が母へのプレゼントとして ガーナチョコレートを差し出す描写が放送された。チョコレート、ロッテのフレーズで知られる、コマーシャルソングのタイトルは、小さな瞳。柴田初美や、ビリーバンバンが歌唱するバージョンが有名だが、多くの歌手、アーティストが歌唱するバージョンも存在する。ロッテ提供番組、ロッテカのアルバム OP テーマとしても使われた。ありがとうございます。